皆様こんにちは。ポケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、認知症外来で好まれない肩書き、認知症外来で好まれない肩書きというのをお話をさせていただきたいと思います。認知症専門外来をやっていてですね、うちのスタッフだとか受付なんか、あとは実際、医者として患者さんとして、もしくはその家族としてですね、ちょっとこの肩書き、元肩書きの人はなかなかいろんな意味で大変だなというのがあるのが何かっていうとですね、これは会社役員なんですよ。会社役員、これは社長でもなく、会社役員なんですね。でそもそもなんで我々がこの人が元会社役員なんだって知るかっていうと、ちゃんと皆さん自らアピールしてくれるからなんですね。要するに、今のご職業は、ほとんどは元何のお仕事をされてましたかっていうところに、書いていただくわけなんですけど、そうすると、元会社役員だった人は会社員とは書かずに、やはり会社役員って書かれるんですね。で、ほとんどの方っていうのはですね、会社員って書かれる方が一番多いわけなんですが、やはり会社役員であった人はもうあえて会社役員って書くんだよね。もうその時点ですっげープライドもあるんだろうなっていうのがやっぱ伝わってくるわけですね。だから我々は、これが、会社役員、僕らサラリーマンやったことがないわけなんですけども、会社役員というのはそれだけやはりこう達成感もあり、自分としてもプライドを持ってるんだな。ただこのプライドというものがですね、やはり認知症になっていくとですね、結構周りの人を迷惑かけてしまうわけであります。もうまずやはり言葉遣いがね、なんか違うんだね。なんとかしとけよなんですね。だから例えば、自分自身が、その元役員の患者さんがですね、なんかよく理解できない時でも奥さんに向かってですね、お前よく聞いとけよ、お前よく聞いとけよ、なんかね奥さんに対する言葉遣いもね、こうなんとかよってなんかこうなんか上から目線なんですよね。でそれがなぜかやはり我々医者の前ではね、さすがにそういう態度を医者に対しては取らないんですが、それが看護師さんだとかですね、受付なんかではなんとなくそういう態度が出て、はっきり言うとあまり評判が良くないわけであります。で、簡単に言うとですね、やっぱわがままなんだね。で、サラリーマン普通にしてたらそんなに好き勝手にお酒とかも飲んだりできないわけなんですけども、なぜかこのやっぱり会社役員ぐらいの方だとですね、やはりこうそういうお酒を飲む機会も多かったのか、もしくはお酒を飲むだけのお金を持ってるのかわからないんだけど、結構飲むんですね。お酒をかなり飲む人が多い。でそれをじゃあちょっと控えられたらどうですかというような人も周りにいないのか、結構お酒の量もかなり多いんですね。で、お酒自体が認知症を悪化させるということも、これは間違いなくあるわけですね。認知症をお酒をむちゃくちゃ飲む人は間違いなく認知症進行しやすくなりますし、認知症になりやすいですし、で逆に認知症になってからもお酒を飲むと、飲むことによって通常ではまだこの認知症のレベルでは出てこないような、こういわゆる妄想だとか幻覚だとか、時に暴力行為が出たりもするから、正直言って元会社役員 で対応が難しいくせに酒飲んどるような人はとっても対応がしづらい。で同じ理由でですね、今外来なんかだとタバコなんて結構吸う人ってかなり減ってるんですね。もう2割台ぐらいまでなってるんだけど、先ほど申し上げたようにそれを誰も注意する人がもういない、咎める人もいない。でどうしてもやっぱり自分が上という立場があるから人の話を聞かない。だからタバコも吸う人は結構多いんですね。で認知症になってタバコを吸うというのも、火の不始末だとか、例えばデイサービスでも行きませんかみたいな時でも、タバコ吸えないで嫌だとかね、なかなか面倒くさいところがあるんですよね。だから、会社役員かっていうと、もうそうやっぱり家族の中でも、奥様も当然なんだけど、子供さんたちもなかなかその、いわゆる立派なお父様に対してはですね、なかなか意見も言えないというようなケースが多いわけであります。で先ほど最初に言ったんですけど、あくまで社長ではなくてっていうところになるんですけど、同じようなことでいくと、社長だとか代表取締役っていう方はあまり悪い印象はないんですね。
特に今認知症になっておられるような方で社長とか代表取締役っていうとですね、やはり、自ら自分で会社を叩き上げてきたみたいな人たちがありますので、そこはただの役員とはまた違ってですね、自ら叩き上げてきたっていうのはですね、やはり独特の人間的魅力を持たれた方が多いですね。実際ですね、結構もうちょっと二部上場してるぐらいのまで、会社を大きくした食品関係の、社長がおられまして、で、まあ、そこがですね、ちょうどうちのデイサービスにですね、そこの関係の人が入ってたんですね。そしたらもう結構認知症あるんですよ。認知症あるんですけど、入ってきた途端、先生とこう、なんかうちがちょっとお世話になってるみたいで、みたいなことを言うんですよ。ちゃんとそういうことも調べて、ちゃんと分かってるんですね。で、それに対してもう代を譲った息子は、そうだったのお父さんみたいな形で、お前だって二代目はダメって言われるんだと思わず僕は思ってしまったぐらい。だからその方なんかは、まあ、認知症があって、ものの忘れ方もあるんだけども、忘れるってこともあるんだけど、やっぱりこう、人に対する気配り、あとサービス精神っていうのはもう独特で、まあ、簡単な言葉で言うと人たらしな感じがあって、なんかこう、認知症になってもですね、なんか、人格者なんだな、人格的にも素晴らしい人なんだなという感じの人たちがあるんですね。だから、まあ、世間的にいけば、会社社長と会社役員って、どう違うのと思われるかもしれませんが、我々認知症外来の場合はですね、まあ社長はいいけど会社役員はねっていうのがちょっとあります。だからまあ皆さんもこの聞いておられる方の中にはですね、会社役員の方もおられるかと思うんですけど、まあ現役を過ぎたらですね、元会社役員だったという気持ちは捨てられた方がいいんじゃないかなという気はします。これはやっぱりよく皆さんね、老後はって言った時にもう昔の肩書きは捨てましょうっていうようなことをよく言われる。それかまあデイサービスだとかみたいなですね、介護サービスでも上手にやり、まあみんな残りの人生を楽しく過ごす一つのコツだと思いますんで、まあ気持ちはわかるけど、まあせめて元会社員ぐらいにしてかれた方が、そういう心持ちで生きてかれた方がですね、周囲の人も、とても皆さんに対して、付き合いやすくなっていくんではないかなと思います。本日はですね、認知症外来で、こんな生まれない肩書きということで、会社役員、まっきりとちょっと自分勝手で酒もよう飲むし、時に、タバコ吸うもんだから結構困ったもんなんだよというお話をさせていただきました。これは面白い、納得いったと思った方はですね、チャンネル登録もしくはいいねボタンを押していただければ幸いでございます。